もしも私のあのクラスメイト、私よりも秀でたものがあるクラスメイトが、私と同じようにお金に関して心のブレーキ、ブロックがなくて、そしてがむしゃらに一生懸命仕事をしたなら、私よりももっとお金が得れてたんじゃないかなって思うんです。本気で思っています。なので、それもったいないじゃないですか。めっちゃ一生懸命やりながら、自分で、いや、いいです、いいです、いいですって、無自覚に、こう、得るのをせき止めている。めっちゃもったいないじゃないですか。なのでね、こんにちは、辻陽子です。いつも応援本当に嬉しいです。励みになってます。今日はね、お金の話。お金の話って言ってもね、いっぱい伝えたいことあるんですよ。いろんな方向から。けれども今日はね、ひとまずね、あなたがより一層お金を好きになってほしい。特にね、今ね、辻さん、私もっとお金があったらいいのにって思ってますとか、ぶっちゃけ足りないんですよっていう方でね、だけど私はお金が好きって思ってらっしゃるとしたら、ひょっとしたらね、お金に対するイメージやお金を得ることに対するイメージ、ここにね、若干問題があるかもしれないんですね。あなたが気づいていないような心理ブロック、心のブレーキが欲しいよって思ってるのに、ブレーキ踏んでそっちに行かないようにしている何かがあるかもしれないので、一緒に見つけてみませんか。これね、見つかったら一瞬ギクッとしたりショックかもしれません。でもね、気づかないままだったら、その後ね、いろいろね、資産運用していったりとか、お金を得る工夫やっていってもね、その努力がね、実りにくいのよね。なので一番最初に私が伝えたいのはこの部分です。はい、いきますね。私はお金っていう言葉と愛っていう言葉を聞いたときに同じイメージがあります。全く同じ言葉ぐらい印象が同じです。なのでね、まずね、あなたもちょっとセルフチェックしてみてください。これね、10年ぐらい前にね、よくお金のセミナーやってたんですよ。このお金を得る心のブレーキ、持ってる人のこのブレーキを解除するような心理学のセミナーをね、この時いつもこっからスタートしてたんです。じゃああなたも今からセルフチェック。お金っていう言葉を聞いた時に、このね、主にあなたのハートのあたりね、この辺の感覚、肩とか力の入り具合をちょっと確認してみてください。じゃあ続いてね、愛。愛という言葉はどうですか？この時の自分のハートのあたりや首や肩や背中の感じとか。この辺でね、見分けがつくんですよ。お金っていう言葉と愛っていう言葉と。聞いた時にイメージが割と一緒の感じがする、近い同類な感じがする。こういう人はね、あんまりお金に関する心理ブロックがないです。ところがね、真逆の感じがするわっていう人ね、案外いるんです。私の友達でもね、10人中 7,8 人ぐらいは真逆の感じがするって言います。あなたはね、今誰にも知られませんから、自分に正直に。どうだったかな？なんかね、私の友達で言うと、お金っていうことを聞いた時にね、なんかね、この辺がね、落ち着かないようなざわざわ感とか、自分の仕事のストレスを思い出したりとか、なんか自分の嫌いな人ですごくお金持ってる人を思い出して嫌な気分になったりとか、こう、嫌な感じが込み上げた。その一方で、愛って聞くと、なんかちょっと安心とかほっこりとかあったかいとかピンク色とか、なんか割と抵抗感がなかった
ていう友達が大半でした。あなたはどうだった？はい、続いてね、あなたが本当にお金のことを好きかどうかのセルフチェックもやってから次の話に行きますね。はい。お金を本当に好きかどうか。いや、辻さんそんなの大好きです。好きに決まってますよ。って思った方も多いかな。けれどもね、本当にお金のことが好きな人っていうのはね、お金が足りないって思ってない。もっと言うと十分にある。その十分にあるっていう金額は人によって生活が違いますから、田舎に住んでおられる方と都心の真ん中に住んでる方とも、生活にかかる金額も違いますから、いくらっていうのはその人によります。家族構成とかね。けれども、まあどんな感じかっていうのはね、これもね、もう簡単にセルフチェックできるんで、結局ね、あなたが好きなものってね、あなたのお家にたくさんあるんですよ。はい。例えば本。本が好きな人は、本が一般的な、平均的なよそのお家よりもたくさんある。本棚が大きい。バッグやアクセサリーが好きな人も、他の人よりもたくさん持ってるはず。お料理が好きな人のお家は、調味料がたくさんあったりとか、お皿や食器、それから調理器具の種類も数も多いです。同じようにお菓子作るのが好きな人はお菓子作り専用のいろんな道具をいっぱい持ってます。ネイルが好きな人は他の人よりもネイルがたくさん家にあるし、洋服が好きな人は洋服がたくさんあるし、他にも、例えば特定のキャラクターグッズ、好きな人は、それたくさん持ってると思います。それね、集めようって思わなくても、気がついたら、なんかたくさんあるわって。で、おー、ちょっと片付けよう、処分しようって思っても、また好きなものは数が増えていく。この感じわかります？だとすればね、本当にお金の好きな人も同じことが起こるので、まあお金をね、家にタンス預金、現金で置いてるっていう人は、まあ、ほぼいないと思うけれども、他の人よりも、気がついたらお金があるとか、いつもそんなにお金に困らない。いつも十分なぐらいはあります。っていう現状があるはずなんです。これね、ちょっと心理学の詳しい説明はしないんだけれども、潜在意識レベルでお金が好きな人はお金があります。これいくら以上あったらお金があるとかお金持ちとかそういう話じゃなくて、あなたの感覚ね。はい。さあ、このセルフチェックで、どんな結果でしたか？っていうか、納得してもらいました。好きなものって、うわ、確かに言われてみれば他の人よりたくさん持ってるかも、みたいな。まあ、そういうわけでね、今セルフチェックやってもらいましたけども、どうかがっかりしないでください。まあ、一瞬落ち込んだとしても、そういう人のこの潜在意識を変えていったりとか、まあ、さらには具体的にどんなことをやっていったらいいのかっていうようなことを、まあ、何回かシリーズで喋ってみたいなって思ってるので、全然、今落ち込む必要なんかないんです。ただね、今のこのセルフチェックは、まあ、あなたが旅行に行くとすれば、その一番最初の地図を見るっていう、この作業です。あなたの現在地はどこかな？ここを見誤るとね、行きたい場所までの距離やかかる時間や交通費、全部変わってきちゃうじゃないですか。だから、今、自分だけ正直に、私は今ここにいるっていうのを感じてほしくて、こんなセルフチェックをやりました。これ1年くらい前の動画でね、一遍なんか喋ったことあるんですよね。ライブ配信で喋ったのかな、はい。で、わー、辻さん、私お金好きって思ってたけど、お金があんまりなくて、どういうことでしょう？今こんな疑問が浮かんだ方。あなたはね、お金が手に入ったら、これができる、あれができる。そっちが多分好きなんです。例えば旅行が大好き。で、お金がもっとあったらもっと旅行に行けるやん。
こんな感じでね、お金がもっとあったら、あれができる、これができる、あれが買える。そのものが好きなんですよね。だからお金が欲しいの。なのでね、そういう方はおそらくね、お金別に嫌いまでいかないかもしれないけど、お金に興味関心があまりないかもしれないですね。他にもね、お金好きかどうか、セルフチェックする方法ってね、あってね、今現在今日、あなたのお財布の中に、お金は、現金は、いくらぐらい入ってますか？これ、答えられます？私は答えられます。1円単位まで答えられる日もあるし、まあ、そこまでじゃなくても、うん、だいたい何百円ぐらいまでは言える。いや、何十円ぐらいまでは言えるかな。うん。これも一つのバロメーターでね。うん。いつもだいたい自分のお財布にいくら入ってるかすぐに答えられる人っていうのはね、お金のことに興味関心があるし、お金が好きです。で、よくね、ちょっと話ずれるけど、お金持ちは長財布を使ってる。で、お金あんまりない人は、こう、折りたたみ財布を使ってるみたいな。昔ね、こんな本がベストセラーになったこともあるんですけどね、お金持ちはなぜ長財布を持つのか。これもね、心理学的には説明がつきます。私も、もう自分でお財布買うようになってから、長財布しか買ったことないです。でね、これはね、長財布を買ったらお金持ちになるんじゃなくて、お金が今、財布の中にいくら入ってるのか、瞬時に把握しようと思うと、長財布の方が把握しやすいんですよ。折りたたみ財布よりも。特に小銭。小銭のポケットが大きいもん。長財布の方が。それだけのことです。で、いつもいくらぐらいお金があるかが分かってるっていう人はね、単に記憶力がいいとかじゃなくてね、いつも支払いをするときにそれだけお金に関心を払ってるってことです。なので、わあ、辻さん、私お金いつも足りてないけど、今お財布にいくらあるかは割と分かりますっていう人はね、なかなかいいですよ。はい、じゃあ次の話に行きますね。お金とはあなたにとっては何ですか？お金って言われたらどんな言葉を連想したり何を思い浮かべますか？大体ね、私の友達でスピリチュアル系が好きだったり精神世界好きな方はお金はエネルギーっていう人多いんですよ。で、私がお金はエネルギーってどういう意味？ってその友達に聞いたりすると、うってなってね。いや、だって、有名な何々さんが本で言ってたから、とか、有名な何々さんのセミナーに行ったらお金はエネルギーって言ってたの、っていう人がね、結構多いんだけど、こういう人はね、ちょっとね、もう一度、今一度自分で実感が伴う答えを考えてみてください。でね、その一方、アンチスピ系の友達もね、私結構たくさんいるんだけど、そういう友達はね、面白いですよ。あなたにとってお金とは何？って言ったらね、紙もしくは金属とかね、あとは最近だったらね、スマホとか PC 開いたところに、こう、自分のネットバンキングの口座のね、情報が出てて、そこに表示された電子の数字だ。こんな表現をしたりする人もいますね。うん。で、まあ私が何が言いたいかっていうとね、どんな表現でもいいんですけれども、そしてね、本当にお金は愛なのかっていうと、それは不正解だと思います。だって、性格が悪い人も悪人も犯罪者もお金が大好きでお金たくさん持ってる人がいるし、そういう人がこう愛に溢れてお金は愛だよね、ありがとうって言ってこう使ったり得たりしてるとは思わないからです。あるいはね、人からね、騙し取ったりとか強盗で奪う人もいるよね。うん、なので、お金そのものは
愛とか、ましてや悪とか、そういうのもなく、うん。で、エネルギーとかも、実を言うと私はあまりピンとこないんですよね。うん。お金はエネルギーってどういう意味だろうって。けれども、お金はパワーだな、とは思います。力だな。あなたを力づけてくれる。あなたに勇気をもたらしてくれる。あなたが何か行動するときに背中を押してくれる。そういう意味でお金はパワー、力ではあるなと思います。そして権力っていう意味でのパワーと考えたときも、やっぱり、まあ、いい悪いは別としてね、うん、若干あるなって思います。なんか上級国民とかね、いろんな表現あるけど、なんかお金たくさん持ってる人の方が、何気に、ひいきされたり、特別扱いされたり、優遇される。うん。そういうような場面もあるかなと思います。まあ、忖度ですよね。ともあれね、まあ私があなたに、もし今お金が足りない、そのためにあなたがやりたいことを我慢してるんだったら、もっとお金を得てもらいたいなと思うし、それ以上にね、お金がないせいで我慢をしなきゃいけない。特に仕事を辞めたり、転職したいのに我慢してしまう。これがね、私が一番悲しいな、悔しいな、避けてほしいなって思うことです。で、私がお金の話をしようって思ってる目的でもあります。まあ、どういう感じかというとね、例えばあなたがお勤めをしていて、そのお店か会社で理不尽な目に遭ってる。まあ、あからさまないじめであるとか、そこまで行かなくてもしょっちゅう怒鳴られたり、ハラスメントにあってて、いつもなんか、こう、脅かされていたりとか。明らか不公平。うん。なんか同族会社でね、上の方の社長、専務、幹部、役員、全部、なんかそこの一族の親戚とか、そんな人たちで固まっていて、で、そこの親戚の娘とかが大学卒業したら、いきなり役員で入ってきて、で、毎日毎日昼から出社して何も仕事しない、みたいな。まあ、こういう人に一番たくさんお給料が支払われていて、で、この一族じゃない人、普通に就職してそこで働いてる人、この人たちが一生懸命やってるのに、お給料少なくて、みたいな、こういう不公平とか。もう、って。ブラック企業であったりね。こういうところを辞めたい。まあ、あるいは、そこの会社やお店が悪くなくても、体調が悪くて、ちょっと半年でも一年でも仕事を休んで休養したい。こんな時に、お金がないせいで辞めたいのに辞めれないとか。これが一番しんどいと私は思うんです。生活のために辞めたいのに、休みたいのに、それをできない。そうするとね、気持ちが塞ぎ込んできます。何のために生きてるのか、わけがわからなくなってきます。私の人生って何だったんだろうみたいな気分になってきちゃうんですよ。これ当然です。私にもなると思います。生きがいなんか感じられない。これがね、お金がない場合の一番最悪のパターンかなって私は思ってるんです。お金がないせいで、あの嫌な、苦手な人、あなたをコントロール、支配しようとしてくる。言うことを無理やり聞かそうとしてくる。理不尽な要求を突きつけてくる。あの人から逃げられない状況。これは、職場だけじゃなくてね、家から出たいとか、そういうのも含めです。これが辛いんで、そういう人を一人でも減らしたいなと思っているし、で、私はやっぱね、安心、安全、その上で人は、チャレンジできるって思ってるんで、自分の人生の基盤になる安心安全。これはね、心の安心安全以外にもう一つ。特にこの21世紀はお金の安心安全。この二つのベースがなかったらね、どっちか片っぽだとすごく不安定。そんなように感じてるんです。それぐらいね、ちょっと21世紀はね、お金の価値っていうのがね、ものすごく高まってしまって、お金がないイコール人生を諦めなきゃいけない、あるいは命を脅かされるくらいのレベルになってきたなっていうふうに感じてもいるんですよね。なので、これがね、江戸時代とか、明治大正、昭和初期ぐらいまでは、お金全然持ってなくても、
心底幸せを感じられる、そういう生き方がまだできた時代だと思います。でも、もう、だんだんちょっとお金の価値っていうのが高まりすぎてしまって、難しくなってきたなって思ってるんですよね。だからこそ、この肉体を維持していく、生活を維持していくためにも、お金に関してもご機嫌。そして、もちろん心もご機嫌。両方ご機嫌な状態を作っていく人が増えたらいいな。で、その方法、知恵をお伝えしたいな。はい。ここまで聞いてくださってどうでしたか？じゃあ次の話いきますね。一番最初に言ったお金と愛のイメージですけども、これね、お金って聞いた時にどちらかというとざわざわ感、胸騒ぎ、落ち着かない感じした人。これはね、お金っていう言葉に悪い思い出や、そこから派生した悪いイメージがへばりついてるんです。だからお金って思った時にこの悪いイメージ、同時に湧き上がってくるんで、嫌な感じがしたり、落ち着かなかったりするんですよ。なので、この正体、これ人によって違いますが、不快感の正体をちょっと今、またセルフチェックしてみましょう。あなたがお金を得るには、大きく分けて2つの方法があります。1つは、働く、稼ぐ。もう1つは、人からもらう。受け取る。ちっちゃい子、子供は、お小遣い、お年玉をもらうっていうね、この働くじゃない方からスタートです。この2つなんですけどね、この二つを考えたときに何か嫌な連想がありますか？誰かの顔が浮かんだりとか、嫌な仕事のことを思い出したりとか、嫌な思い出、出来事、出てきますか？例えば、お金をもらう、受け取るのところで嫌な思い出がある人は、絶対受け取るもんか、っていう風になってたり、いや、私ごときが受け取る資格なんかないですってなってたり、この受け取り拒否癖みたいなのがあったりします。そうするとね、結構お金が入ってこないんですよ。で、このお金の受け取り拒否癖、くれるって言ってるのに、いいです、結構ですっていうの。これは日本人割と多いなと思ってます。私の友達も、結構多いです。私もね、割とね、最近までね、この受け取るの拒否がね、結構あってね。そうすると、稼ぐの方しか残らないんだよね。働く、稼ぐ。まあそんなわけなので、今、ちょっとこの辺、自分でどうかなーってチェックしてみてください。誰かが、まあ、あなたがもう大人になっていたとしても、はい、お小遣いとか、これ使ってとか、なんかギフトカードとか、あるいはね、専業主婦とか働いてらっしゃらない方で、ご家族の誰かがあなたに、これ今月分って渡してくれた時に、気持ちよく、当然のように、スルッと、はいって、受け取れる人は、受け取るところに心理ブロックがないです。その一方、いつもなんかざわざわしたり、いいのかなとか、キュッとなったりとか、違和感、あるいは申し訳なさ、すいませんみたいな、謝りたくなるような感じ。もしこれがあったら、受け取る方に心のブロックがあります。で、まあ、ついでにこの流れでね、もうちょっと話すと、いい感じでね、うわーってこうエネルギーを発散していたりとか、ギブの精神の強い人、つまり誰かを喜ばせたりとか、誰かが笑顔になるのが大好きで、そのための工夫や心配りやちょっとした粋な計らいをするとか、プレゼントを送るとか、こんなのが大好きな人、ギブの精神が強い人。なのに、入ってくる方を
受け取り拒否、無自覚にやってる人。人からめっちゃ好かれてたり、人気者なのに、受け取るところに、心のブロックがある人。こういう人は何が起こるかっていうとね、その人のもとにはね、たくさん物がやってきてるはずです。プレゼントが、お土産が。これよかったら使って、とか、たくさんうちに来たからお裾分け、とかね。そうなんですよ。その人は、まさにエネルギー的に素敵なものをいっぱい発散しているので、人気者で、周りの人もその人に感謝していて、お礼をしたいなって思っていたりします。だからその人になんか、こう、記念日があったりとか、いいことがあった時に、周りの人たちはその人にお返しがしたい。けれどもその人が日常の中で無自覚のうちに、いや、私はお金はいらないのっていうようなことを本当に雑談の中とかで口走っていたとすれば、周囲の人たちは、あの人はお金を渡したり送ってもあんまり喜ばない人だって認識してます。なので、物が来ます。あるいは、この人がお金を受け取るところにブロックがあるっていうことは、似た者同士で、類友で、波動共鳴して仲いい人ができてますから、仲いい人たちもみんなお金を受け取るブロックがあったりとか、そういうケースがあります。そうすると、この人がね、誕生日だったり、何かこう、いいことがあって、で、わ、あの人になんかお祝いしたいって、周りの人が思った時に、このお祝いしたいって思ってる人たちが、自分がお金を受け取るブロックがあると、当然、私がそうなように、あの人もそうに違いないっていうふうに私たち考えるので、うん、いや、お金はちょっと渡すといやらしいかも、みたいなことを考えて、物にしとこうってなるんです。なので、あなたの周辺でいませんか？あなたのお父さん、お母さんとか、親戚の人とか、あなたのお友達。いつもお金ないねん、お金ないねんって言ってるのに、物は結構もらってる人。いつも近所からなんかいろいろもらってる。うん。で、その人も物を返している。みたいな。こういう人いませんか？こういう人はね、本当に潜在意識レベル、つまり無自覚レベルで、うん。私はお金を受け取れない人なんです。お金持ってこないでください。っていうことを、ちょっとした時にやってるんです。例えばこんな場面が多いかな。あなたもきっと経験あると思いますが、みんなで食事に行って、で、一緒にテーブルについた誰かがお会計の時に、いや、今日はもう私が払っとく、みたいなことを言ってくれて、ごちそうしてあげるわって言ってくれた時に、うわー、やったー、ありがとうじゃなくて、いやいやいや、いや、そんなんあかんよとか言って、払う払う払う割り勘でって。これね、社交辞令や美徳で、やってる人もいるかもしれません。だから必ずしもお金を受け取るブロックがあるとは限らない。一応この場の空気を読んで、ちょっと一回ぐらいは、いやいや払いますよって、これ言っとくべきかな、みたいな。こういうケースもありますもんね。うん。けれども、そうじゃなく、本当に、うん、払ってもらうのが申し訳なく感じて、いやいや、いいから、いいからって、やってる人がいます。で、こういう人は日常の中で、まあ、あんまりお金の話ってね、友達や知り合いとすることないかもしれないけれども、そういう時にも何気に、やっぱり、職選びって、お給料の高い低いじゃないと思うんやんか。やりがいとか、そこの会社の場の空気感とかさ、とか、こんなことをね、つぶやいてるんですよ。で、周りの人も、それをいちいち覚えとこうって思って聞いてないんですけど、たまにそういう話がポロポロ出ていると、ああ、この人はお金を受け取っても喜ばない。うん、お金にそんなに価値を感じていない。お金が欲しい人ではない。っていうふうに脳にインプットする。その、まさにその人の潜在意識で。さあ、ここまで聞いていただいてどうでした？あなた自身はどうですか？私はちなみに昔そうでした。人にご馳走してあげるのは全然平気で、割と私、嬉しい方なんですよね。お人よしというかね。人が喜ぶんだったら、こう、どんどんやっちゃう。こっちは得意なんだけど、
相手がお返ししてくれるのはもうめっちゃ拒否。なんだろうね。こう自己肯定感が低く、私ごときが、私なんてっていう感じでね、この自己卑下もひどかったんで、なんか、いやいや、いいです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 からみたいなね。そうすると、人から来るのは、ものですね。で、これがお金を受け取る方のブロック。まずはね、ああ、やってるかもって気づくこと、気づくこと。解決するには気づくこと。気づくだけで 50% ぐらい解除されますよ、このブロックが。だって、今度はね、無自覚に雑談の時で言ってるのをね、あ、今言ってるわって気づけるようになるからね。そしたら、う、言いそうになった。言わんとこ。とか、まあ、言ったとしても、いや、でも最近は、私は、なんか誰かがご馳走してあげるよって言ってくれたら、ありがとうございますって言える人を目指してんねん。とか、受け取れるようになりたいねん。とか、付け足してみたりとかね。まあ、こんな風にして、こう、周りの人の、あなたへの印象を変えていけます。はい。そしてね、まあ、これちょっとシリーズで、何本か撮っていきますから、見ていただいたり聞いていただくうちに、だん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 あなたのその潜在意識の奥まで入り込んでる心のブレーキ、ブロック、解除されていくようにしたいと思ってますから、ちょっと今回一回でね、バチーンと撮れないかもしれないけど、まず今日はね、気づくっていうところ。はい。ここ大丈夫ですか？そしたらね、次です。稼ぐ働くの方です。うん。こっちもね、考えた時にね、いい感じで、ウキウキしてくる人と、なんか嫌な思い出が思い出される人と分かれるんですよ。で、私もね、昔このセミナーやってた時に、ちょっと時間取ります。紙に書いてください。あなたがお金を得るには、うん、何をするべきですか、うん、そしたらね、ポジティブなことを書いてくださる方もいらっしゃいました。人を喜ばせる、笑顔にする、素敵なサービスをする、サービスの質を向上させる、私がもっと一生懸命働く、うん、もっといい笑顔で、いろんなことをやるとか、うん、なんかこう、お金をレジで受け取るときに、ありがとうございましたって大きい声で言うとかね、これポジティブなこといっぱい書いてくれた人もいるけれども、いや、まあ参加者さんの大半はネガティブなことをいっぱい、もう時間足りません。5分じゃ足りません。みたいな。まあ、どんな感じかというと、お金を得るためには嫌なことでも我慢しなければいけない。お金を得るためには上司にすべてはいと返事をしなければいけない。お金を得るためには残業しなければいけない。お金を得るためには苦しくても歯を食いしばらねばならない。お金を得るためには理不尽な目にあっても我慢し続けて受け入れるしかない。あるいはお金を得るには苦労をしなければいけない。お金を得るには嫌なことでも働き続けなければいけない。お金を得るには仕事を辞めてはいけない。まあ、とにかくこんな種類のことがね、どの人の紙もね、あ、昔こうね、手書きでね、書いてもらって。うん、びっしりでしたね。本当に5分じゃ足りませんよって、まだ半分もかけてないみたいな。でもね、もうこのね、5分間、私はみんなが書くのを、こう、会場の壇上で見てるんですけど、まあ、どんどんね、場の空気がね、しぼんでいくんだよね。みんないろんなこと頭の中で思い出してんだなって思いながらね。これです、これです。お金を得ようと思った時に、辛いことをしなきゃいけない。嫌なことでもやらなきゃいけない。我慢しなきゃいけない。こういうのが、お金を得るにくっついてる。うん。へばりついてる。これをね、ベリ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 っとね、剥がしたいんですよ。ただのお金にしたいんです。でね、私がね、まあ、17歳で起業してね、二十歳ぐらいの時にはまあまあの資産、お金があったんですよ。もうめっちゃ働きました。人の2倍、3倍。で、これね、うん、なんでかっていう話ですよ。
まず一つは人の2倍3倍って言いましたが、長い時間働いたっていうことです。同じ時給の仕事だったら、2倍働く人は2倍お金を得られますよね。当たり前じゃないですか。なので、それもあったんですけど、もう一つ。私ね、お金に対してね、いいイメージがあったんです。後から心理学を学んで、これは気がついたんですよ。なんでだろう。ぶっちゃけ私、そんなに特別な才能資質も秀でたものもない。学校の勉強もそんなにめちゃめちゃできたわけじゃない。これ謙遜抜きで。で、もちろん人気者じゃなかったです。クラスで、あ、おったっけ、あんな子、みたいな感じです。で、あとはリーダーシップが取れるとか、そういうのもなかったです。秀でたものがないっていうことは、自分ではもうよくわかっているわけです。なのに、なんでうまくいったのか。なぜ同じ同級生でもっと勉強ができて、いいところに就職したり、医者になった人もいましたし、いろいろいて、その人よりも、23、4歳ぐらいの時に、私多分ね、周りの大学卒の友達の平均年収の15倍ぐらいあったんですよ。これは会社の売り上げじゃなくて、そこから私が取ってる分。金額にして8000万ぐらいかな。なんだろうこの差はって、まあ23歳ぐらいで思ったんですよね。だって、あの高校の時明らかあの子の方が素晴らしかったやん。あの人はあんな才能があったやん。あの人はめっちゃめっちゃリーダーシップあったやん。え、なんでだろう。明らか私の方が優劣で言うと劣ってたやん。なんでだろう。で、さっきも言ったように私自己肯定感あんまり高くない。それは今も結構私の周りのスタッフさんとかから陽子さん本当にって言われるぐらい。で、自己卑下が激しい。自分責めも激しい。彼らと違った点は一つしかなかったです。お金を得るっていうところでブレーキがなかった。清く、貧しく、みたいな考えがなかった。それからもう一つはお金を好きだった。お金に対していいイメージがありました。さっき言ったようにお金と愛と同じぐらいいいイメージがあったんです。差はここだけだったんですよね。なので今日私がこのお金の話第1回目でなんでこの具体的なじゃあ辻さんどうやって資産運用したらいいんですかっていうねテクニックの前に長々この話をしてるかっていうと理由はここですよ。もしも私のあのクラスメイト、私よりも秀でたものがあるクラスメイトが、私と同じようにお金に関して心のブレーキ、ブロックがなくて、そしてがむしゃらに一生懸命仕事をしたなら、私よりももっとお金が得れてたんじゃないかなって思うんです。本気で思っています。なので、それもったいないじゃないですか。めっちゃ一生懸命やりながら、自分で、いや、いいです、いいです、いいですって、無自覚にこう、得るのをせき止めている。めっちゃもったいないじゃないですか。なのでね、私はそのように、今日の1回目はこの話をしているんです。じゃあ、今日はね、辻さんここで終わるの?って感じかもしれないけど、ひとまずブレーキブロックの正体を見極めるみたいなところ。ここまでで終わりたいと思います。そしてね、無料だからケチるっていうわけでもないんだけども、ちょっとセキララなもっと深い突っ込んだような話や、心のブレーキを外すような話は、オンラインサロンの方ではさせていただいています。が、こちらではちょっとさらっと流したいなと思っています。まあ理由はいろいろあるんです。一番大きい理由は、私はこの資本主義社会、が割と好きです。そして、資本主義社会を受け入れた方が、いろいろスムーズにいくって、確信してます。で、実を言うと、資本主義社会では、ただで手に入るものって、太陽の光と酸素ぐらいなんですよ。
それ以外のものはすべてお金がかかってる。無料のものってないんです。一見無料っぽく見せているビジネスのサービスやいろんなものってありますけど、例えば YouTube もこれ無料で見れてますよね。けれども本当は無料ではないんです。あなたが無料で手に入れられているとしたら、あなた以外の誰かがそこを支払ってるんですよ。そういうビジネスモデルになってるからです。で、そういう意味で言うとね、私はちょっと心理療法とかカウンセリングとかお金のセミナーとか今全部もうちょっと別の仕事の経営とかが忙しくなりすぎて、諦めてちょっとやめてるんですけれども、でも世の中見渡すとここを職業にし仕事にしてる人がいっぱいいる。で、彼らのお金の心理ブロックを取るよとかは有料じゃないですか。それをね、同じことをちょっとこの無料の動画で全部喋っちゃうっていうのは私はすごく良くないなと思っていてね。なので私も、自分のオンラインサロンは有料ですが、オンラインサロンに入ってくださってる会員さんにはがっちりと説明しますが、このね、無料で出している動画ではあえてそこを話さないでおこうと思うんです。これはね、どれが正解っていうことないです。私はそのように考えている。だから、もしかしたら他の YouTuber さんでね、ブロック取りのやり方まで全部無料で喋っておられる方もいるかもしれないね。で、それから私の中でもね、このお金の話はちょっと無料は安すぎるなって思うんだけども、インナーチャイルドの癒しに関しては無料でやり方を YouTube の動画で出してますよね。まあこんな風にして出してるものもあるしね。ただまあインナーチャイルドの癒しもね、本当に辛いきついトラウマ持ってる方はね、やっぱプロの方のところに行かないと自分一人では無理があると思います。あまりに強烈なトラウマ、あまりにきつい心の傷で、そこから来る割と深刻で長期にわたるうつ病の方とか、精神的にパニック障害とかね、プロの手を借りるレベルの方がいらっしゃいます。その人は家で一人でインナーチャイルドの癒しをしても難しい。けれどもその一方で、簡単に自分一人で毎日ちょこちょこやってたらだんだん楽になっていける。こういう方もいらっしゃるし、きついトラウマは無理でもそれ以外の細かいものだったら自分でやれるっていう人もいると思うんです。なのでね、ものすごくしんどい大きいトラウマはプロの人のところに行ってもらいたい。で、お金に関しても、もうここまでね、今日聞いてくださっただけでもね、さっき言ったように100のブロックだったら50ぐらいは外れてるはずなんですよ。だってあなたの言動が変わるはずだから。言う言葉と行動が変わったら結果って変わってくるんです。あなたの未来起こる現実は変わってきます。これはあなたの行動言動によってある程度決まってくるから。なので、いや、私お金いいですって言ってた人が、いや、今度の私の誕生日、もしくれるんだったら、アップルのギフトカードがいいとか、デパートの商品券がいいわって言うことができます。そしたら、あなたの元にギフトカードや商品券が来ますよ。これで問題がある程度解決する。こういう人もいると思うんです。なのでね、わあ、辻さん、ケチやわ、全部喋ってくれへんのやって思われたかもしれないけど、その理由はそういうことです。そして今日の動画ではね、私が資本主義を支持している、いいなって思ってる。だから、資本主義で生きたい。この素晴らしさとかは、ちょっとまた、次やその次ぐらいで話してみたいと思います。ともあれ、私は、お金とは何なんだ、紙です。金属です。でもなく、電子のデータです。でもなく、私は、愛って思っています。お金は人を幸せにする。すごくすごくパワフルな、それこそパワー、だと思っています、で、それをね、あなたのような人、いい人が持つべきだっ
って思ってるんです。なのでまたよかったら見てくださいね。よかったらチャンネル登録もしといてください。じゃあ今日は本当にこれで終わります。今しんどい人、体の調子が悪い人、試練の中にいる人、変わらない明日はないから大丈夫です。そしてあなたは諦めてませんからね、深いレベルでね。なので私よかったらエアーで手をつなぎながら一緒に軽やかな方に行きましょう。じゃあまたでーす。今日の内容いかがでしたか？当協会 NPO 法人日本霊気協会では全国主要都市でアチューメント講座を開催しています。初級、中級、上級、まずは初級へお越しください。約半日の、講習を受けていただくと、誰でも才能質に関係なく霊気を使う準備が整います。あとはね、ちょっとコツつかむまで 2,3 ヶ月自宅とかで練習していただく必要はありますが、コツつかんだらね、自分にセルフヒーリングもできるし、ご家族や大切な方、ペットにも、ヒーリングが行えるようになりますよ。あとね、練習会も会場でもやってますし、オンラインでもやっています。オンラインの方はね、オンラインサロンレイキスタっていう名前で自宅で練習していただいたり、こう質問にもね、いろいろお答えしていますし、レイキの疑問や基礎が大体把握できると思います。詳しい説明はね、説明欄、概要欄から見てください。で、 LINE 登録していただいたらね、お得なお知らせ、こちらからお届けします。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございます。またでーす。